皆さんお疲れ様です。先週の C さん のところに2日連続僕は傍聴に行きました。傍聴行ってやっぱりあのお方とあのお方はすっごい態度悪かったです。本当やる気のないさひどすぎる。本当こうやってねマイク通して戦争を行きたくないよと言ってるのにそれを知らん顔するのが安倍さん、そして変なわけのわかんないパンフレットを配ったりするのが自民党。ほんと最低です。だから僕らがやれることっつったら一人でも多く傍聴に行って反対の声を上げましょう。それだけのことです。皆さんどうか傍聴に行ってください。以上です。はい、ありがとうございます。では